結構中広いですね。軽キャンになってるじゃないですか。組み立て5分ぐらいかな。そんなにですか。モーターズ、はい、どうもこんにちは、モーターズのヤクです。ということですね、今日も元気に取材やっていこうと思うんですけれども、見慣れた車が3台ほど並んでおります。もう何度も取材しておりますが、 S2 レーシングさんのジムリーですね。この車はですね、僕があの横転寸前っていう悪路を走破した車ですし、その時ね、実はこの車も一緒にいたりとかして、見覚えのある感じの車が今日は多いんですけど、1台なんかついちゃってる車ができちゃってるんですよ。なんかね、 S2 レーシングさんまた新しいジムリー作ったということで、今日は早速取材させてもらおうと思うんですけど、これがですね、今までのジムリーとまたちょっと違って、今までは結構アドベンチャー要素が強いというか、遊びに行く車、おしゃれな車っていうイメージが強かったと思うんですけど、今回さらにアウトドアにも使えるような1台っていう感じで作ってきたみたいなんですね。この車ですね、なんとキャンピングな仕様になってるらしいんですよ。というわけでですね、本日は S2 レーシングさんの新しいジムリー軽キャン仕様みたいになってるらしいんで、ちょっとそのあたりをですね、詳しく見せてもらおうと思います。はい、というわけでですね、久々のご登場でございます。 S2 レーシング菅原さんです。お久しぶりです。よろしくお願いします。今回新しいのが出てきたと。はい、64の古い形のケブリ用のジムリーキットですね。え、あ、そうなんですか。それだけが面白くないで、はい、まあ、ローフテントだったり内装だったりキャンピング仕様で作ってみました。なるほど、はい、こっちのエムリーが現行ってことですか。そうです。で、向こうは1個前。そうですね、1個前の EA64 という古いタイプです。そうなんですね、はい、これあれですね、 JB64 とエブリーの64とでぐちゃぐちゃになりますね、頭の中。なるかならないよ、ね、共感を得られなかった。で、何がすごいってルーフテントついてるんですね。普通にルーフラックに固定するタイプなんですね。これちなみに何名収身のルーフテントなんですか。まず2名で。2名で車中泊2人で、ルーフテントで2人で、とりあえず4人は寝られるっていう。え、中でも寝れるようになってるんですか、これ。今回はキャンピング仕様ということで、シンプルキャンピングを求めてらっしゃる方が非常に多いという自分では認識してるので。なるほどなるほど。それのベースのキャンピングキットを作りました。へー、結構中広いですね。そうですね、はい、なんか床もクッション地になってて。そうですね、あと梯子がこの柱代わりになって、荷重的には支えられるようになってます。ああ、なるほど。格納すれば屋根の上にちっちゃくなるわけですもんね。そうですね、ハードカバーでこう一体に全部しまえるので、腐食したりとか中のテントが汚れたりもないという仕様になってます。なるほどなるほど。おい、ご会長、あ、ちゃんとフルフラットになって軽キャンになってるじゃないですか。スピーカーとかまでついてて、え、これキットとして作ったんですか。そうですね、キットとして作りました。結構でもシンプルなんですね。そうですね、10分ぐらいでつけられるので、普段使いはこれ外してキャンプに行くときはささっとこう10分ぐらいで組み立てて。え、そんなことできちゃうんですか。そうですね、結構拡張性高かったりとかするんですかね。裏側にロッドホルダーがついてたりとか、はい、スイッチ類、コンセント類ついてまして、はいはいはい、インバーターはまた別売なんですけど、そのものは自分で作るよとか、電源はソーラーで引くよとか、カスタムという意味では自分でやりたい人もいますので、シンプルに作ってこれをどうやって自分でカスタムしていくかっていうベースになってもらえればと思って作りました。なるほど、確かに軽キャンってもう本当に出来合いというかフルスペックが基本みたいなところのイメージありましたけど、ここから自由な形で作っていけばいいよと。そうですね、アウトドアパーティーって書いてある。サブブランドとしてアウトドアのキャンピング用品のブランドとしては、はい、アウトドアパーティーっていうブランドで、みんなでアウトドア楽しくやろうよっていうような意味合いを含めて、はいはいはい、こういうブランド展開していきたいなと思ってます。なるほど。これでも今日キャンピングカーになってるのはこいつだけなんですよね、ルーフテントもつけて。実はこっち64用なんですけど、はい、17用は色違いで。え、色違うんですか、はい、おー、オープン。わー、本当だ。へえ、こっちちょっと落ち着いた雰囲気ですね。こっちは木材なんですけど、こっちはスピーカーないんですけれども、好きな人はスピーカー入れてもらってもいいしっていうとこですね。ログハウス感というか、あの古民家とかね、こういう色ですよね。で、床下も収納がありますと。だってと別売になってます。あ、そうなんですね。おお、なるほどなるほど。なくてもいいものだと思うんで、マットレス引けばいいやっていう人もいますし、普通に。自分もデイキャンプとか行く中で、はい、僕は炭も使わないので。なるほど。携帯コンロで。ガスコンロ派なんで。なるほど。シンプルにキャンピングをしたいな、うん、シャチャッと準備してシャチャッと行ってっていうスタイルをお好みの方って多分いると思うんで、そういうもののためにこういうキャンピングっていうのを作ってみました。しかもそれ後付けってことは、普段お仕事で使ってるような車だ
だとしても、これパッパって組めば、そうですね、土日はキャンピングカーに早変わりとですね。おお、土日だけはキャンパーになりきれるという。なるほど。はいはいはい、はい、これだったら本当シンプルに遊びに行けて、もっとガチでやりたいってなったらね、いろいろ自分で拡張すればいいわけですし、うん、遊び方結構いろいろありそうですね。そうですね。でさっき組み立ても簡単っておっしゃってましたもんね。できればこう体験してほしいから、こう大和くんに一回組み立ててもらおうかな。いやいや、そんな簡単って言ってますけど、車屋さんの簡単ですよね多分。いや本当に簡単です。マジですか。はい、これ組み立てるっていうことは、ここから一回バラすわけですよ。いや本当にバラすの3分ぐらいで、組み立て5分ぐらいかな。そんなにですか。じゃあそこまで言うなら、ちょっと体験してもいいですか。ぜひぜひお願いします。はい、じゃあちょっとやらせてもらいます。見てください、こちら何もなくなりました。あのね、バラすの3分ぐらいって言ってたじゃないですか。僕ね、菅原さんがバラすところ測ってたんですけど、2分45秒でした。今めっちゃ面白いのが、これ何もないでしょ今ね。周りがね、家具屋さんになってますね。これが一瞬で今ばらけたパーツたちなんですけど、これを今から僕が組んでいくと、あの断言します、めちゃくちゃ簡単です。これ今本当にバラすところ見てて、想像以上にシンプル でしかも工具も一切使わずにばらけてました。なので僕が今から撮影しながらやっても多分ね10分かかるかなぐらいだと思います。というわけで早速やっていこう。ではやってまいります。まずですね、こちら木の板2枚ペッて置きます。で今度木の箱ですね、これをですね置きます。次ちょっと細い箱、こちらをここに置きます。そしてもう一個この四角い箱を置きます。これだけで今ね2列目のところがフラットになりました。簡単ですね。そしてですね、こちらの板を後ろのところにバンと落とします。面は出てるんで、ぴったしですね。もうずれないですこれで。で今度ね、ここのサイドにつける台座、ここにつけます。ちなみにこれパコって開ける蓋の中のところなんですけど、この辺にねインバーターとかバッテリーとか置けるようになってるそうです。逆もしっかり、まあ、こんな感じで台座を置いてあげるわけですね。こいつを取り付けていく。このテーブルのところの下側にですね、サービスホールがあるんですよ。そこに手で回せるタイプのこのネジで固定していきます。右 OK。 お次逆側バッチリですね。これでも動きません。床下収納のところの台座を置いていきます。こいつがでかい。まあ、こんな感じですね。これで置いた後、奥に2箇所ネジ穴があります。あそこを同じように止めていきます。はい、動かない、バッチリ。じゃあ次はこの上に床を置いていきます。丸い穴がある方が後ろ側。はい、バッチリ、これでフルフラットになりました。じゃあ最後ここですね、この上とこ、これだけつけます。この子をつけていく。またこことここにですねネジがあるんですよ、こいつですね。これを止めていきます。はい、できました。マス、さあ最後大詰めです。せーの、ほい。はい、というわけでこれで完成できた。これ多分慣れたら本当に10分ですね。そうですね。はい、僕まだ工程がちょっとうろ覚えで、ちょこちょこ菅原さんにこれこうですかこうですかって聞いてたんで、いやもう10分もいらないかもしれないですね。5分くらいかもしれないですね。いやめちゃめちゃ簡単だし、工具いらずっていいっすね。そうですね。なんか家で収納しとくにもそんなに場所取らなそうですし、うんうん、実際やっぱねここ足伸ばして転がれるぐらいエブリィはスペースありますし、いやーすごい素敵。ちなみにこのキットおいくらなんですか。はい、キット自体は24万8000円です。24万8000円、はい、なるほど。はい、それでこの週末キャンパーが作れると。そうですね、いうことなんですね。ちなみにジムリーの64の方のフェイスコンバージョンキットはおいくらなんですか。もう24万8000円です。あ、そうなんですね。じゃあトータルでこの仕様を作ろうとすると、まあ、大体50万円ぐらい、うん、そうですね、でできちゃうってところなんですかね。はい、はい、ちなみに今日3台持ってきてもらってるわけですけど、はい、この車ずいぶんまたいかつい感じになってますね。そうですね。バンパーガードとかって。そうですね、これはこれ用に製作したバンパーガードなんですけど、ジムリー専用なんですね、これ。ジムリーのバンパーをハーフ切ってもらって、はい、バンパーガードとスキットプレートと作って。あ、そうなんですね、これいかつ。もっとリフトアップしてタイヤとかもデバッグすることも可能ですし。なるほど。それでは2インチ、4インチどっちでもチョイスしてもらって、こういうワイルドな仕様もできますっていうような。なるほど。ヘッドライトも違いますもんね、これ。そうですね、ここもそうなんですけど、ここもウィンクが光る。はい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 。このサイドステップも、これもなんか鉄のやつですよね。タイヤのサイドステップですね。
アイアンサイドステップ、すごい、いきなり必殺技っぽくなりますね。あまり張り出しがないスタイリッシュなもので基準にも適合してるような感じで作ってみました。これぐらいの感じだったらさりげなくていいですね。これも644も両方やってますんで。ちなみにこのアイアンサイドステップと、これ前はアイアンバンパーガードですか？それは大丈夫です。今決まったような感じ。今決まった。僕名付け親になっちゃってるじゃないですか。まあこれらのパーツ新商品ということですけど、はい、おいくら万円でしょうか？フロントバンパーガードはキットプレートも含めて6万8000円です。おお、あ、そんなもんなんだ。でサイドステップの方は5万8000円。58,000円、左右セットで。へえ。基本的にはサイドに関しては穴開けは不要なんですよ。今ある軌道の穴で収容できるような感じで取り付けできますんで。なるほど。よりワイルドなルックスが欲しい方はぜひちょっと検討してみてください。ジムリーカッティングステッカーというのを作ったんですね。ジムリーカッティングステッカー。まあここにありますけどね。あ、めっちゃ可愛いこれ。ほぼほぼ JB64 っぽいテイストになってるんで。なるほどなるほど。向こうは黒で、こっちはちょっと濃いグレーで、まあ、あとシルバーがあるんですけど、車体の色に合わせて、もしくは今のエンブレムとあんまりこう遜色ないようなものを選んでいただければっていう感じです。なるほどなるほど。いや、おしゃれですわ。はい、というわけでですね、今日は S2 レーシングさんのジムリーバージョンアップした軽キャン仕様を見せていただきました。改めて菅原さん、ありがとうございます。ありがとうございます。まずあの軽キャン仕様にするキットっていうのが248,000円、はい、で、こちらのフェイスコンバージョンキットが248,000円、はい、で、なんと今回今まではこの17にしか付かなかったものが64にも付くようになりましたよと、はい、そして新商品がこちらアイアンバンパーガードと、はい、アイアンサイドステップ、はい、フロントが68,000円、はい、サイドが58,000円、はいはい、で、販売しているというところなので、まあフルフルで作ったとしても248,000円が2つで、まあ、ざっくり50万としましょう。でこれが12万円で、エブリィの中古なんか30万円もあったら買えるんだから、本当に100万円で全部揃えますね。そうですね。ルーフテントもいくら？28万8,000円だって。28万8,000円。あ、でもじゃあフルフルの部品代だけで100万円ぐらいってことですね。そうですね。はいはいはい。中古のエブリィを1台用意してこれ全部揃えるっていうのだったら全然安く済むかなと。そこからキャンプグッズ、椅子であったりコンロであったり拡張したいっていうので、マットレス敷くとか、そういったようなことにお金も使えるので、こういった作り方で自分なりの軽キャンを作るっていうのもかなり面白いんじゃないでしょうか。組み立ても非常に簡単だったので、車関係の知識がないとか車いじりなんかしたことないっていう人でも全然バッチリできると思います。というわけで今日ご紹介させていただいたジムリーおよびこれらのパーツキットで作ってる S2 レーシングさんの詳細っていうのは概要欄の方に載ってますので、ぜひチェックしてみてください。そして、この動画を見て面白いなと思ってくれた方、ジムリー乗ってみてえなと思ってくれた方は高評価とチャンネル登録のボタンをバーンって押してください。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。モーターズチャンネルからのお知らせです。モーターズおよびモタガレでは我々と一緒にお仕事をしてくれるライターさんを探しています。車のこと好きだけどライターなんかやったことないなんて思ってる人でも大丈夫です。興味がある人はぜひぜひ概要欄の方までご連絡ください。僕たちと一緒に車の面白いところをいっぱい発信していきましょう。ここまでご視聴いただきありがとうございました。モーターズチャンネルではスポーツカーからキャンピングカー、最新の車にパーツ情報など車の面白さを伝えるために僕たちが日々走り回っています。あなたの好きな車が出てくるチャンスがいっぱいあるので、ぜひチャンネル登録してください。登録したらベルのマークも忘れずに。